泉市の2つの養鶏場で確認された高病原性の鳥インフルエンザウイルスについて、国の検査の結果、1例目と2例目ではウイルスの由来が異なることがわかり、農場間の感染ではないとみられています。泉市では13日に平和町の養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザが確認され、その後2.5キロ離れた、 高尾の町の採卵農家でも採卵農場でも確認されました。県は2例目の採卵、農場で飼育しているニワトリの殺処分を進め、昨夜およそ9200羽の処分を終えました。また、殺処分を終えていた1例目の養鶏場では、今日午前0時までに農場内の消毒などが完了しました。国は昨日現地に専門家を派遣し。 感染経路など調査を進めていますなお、国の検査で県内2例目で確認されたのは抗病原性の H5N8A 型で1例目の H5N1A 型と異なるということです農林水産省は由来が異なるため農場間の感染ではないとし野鳥が多い地域では基本的な対策の徹底を呼びかけています また、県と伊豆市は鶴の根倉近くの道路に消毒ポイントを設置し、通行する車の消毒など対策を続けています。周辺の自治体も警戒を強めています。薩摩仙台市は今日、100羽以上のニワトリを飼育するおよそ50の養鶏農家に例年よりも前倒しして消石灰を配りました。 自ら貿易を務めていただいて、えー、自分のところから出さないという強い意志を持って、えー、経営に臨んでいただきたいと。薩摩ま仙台市は各農場に、野鳥やネズミが入ってこないように改めて対策を確認するよう呼びかけています。